が審議係の長島さんです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。本日はですね、ご来場いただきましてありがとうございました。先ほどですね、音楽隊とカラーバンド隊による、ね、素敵な演奏を、披露していただいたところで、続きまして私たちですね、芸術本部県歌というところで、先生を担当しております、私長島と申します。これからの時間はですね、警察の業務紹介などを行っていきたいと思います。それと合わせて、ご来場いただいた皆さんとですね、クイズをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。でこれから、担当するのは、私長島と、採用担当副会長の中村慶子です。お願いします。中村と言います。本日は短い時間なんですけれども、警察の業務についてですね、こちら皆さんのですね、理解が深まっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それとですね、ステージ上に、来ていただいているのが、交通機動隊に所属しております。で先ほどですね、音楽の演奏などで、出ていただきました大山巡査部長と、手塚巡査長、それと和田巡査で、この時間はお送りしていきたいと思います。早速ですね、せっかく、警察の業務の紹介というところで時間をいただいておりますので、少しですね、警察がどんな仕事をしているのかを採用担当の中村係長に、説明をお願いしたいと思います。はい、簡単でありますが、警察の業務ということで、前のですね、画面を使いまして説明をさせていただきたいと思うんですけれども、まずですね、簡単に私、警察の警務課の人事係というところで担当しております。主な業務といいましたら、警察官の採用ですね、採用業務というものを担当しております。年に2回ほどですね、警察官採用試験というものを実施しております。その他ですね、行政職員の方とか、今ですね、まさにヘリコプターのパイロットですね、そういう方も募集をしております。警察官もですね、より強固なものになるためにですね、優秀な人材というわけではないんですけれども、皆さんがですね、ぜひ警察になってみたいとか、そういうふうに感じてもらえるようですね、現場で組織作りということで、力を出しているところであります。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、早速、始めていきたいと思います。今日はですね、クイズを何問か用意してまいりましたので、早速、始めていきたいと思います。クイズということで、まず第1問、画面の方をご覧ください。栃木県警察で働く警察官の数はということになっております。1番1200人、2番2000人、3番3800人、4番1万1500人、5番が、4万3500人となっております。この中でですね、正解が1つありますので、正解だと思うものをちょっと手を挙げて教えてもらえればなと思いますので、お願いします。ちょっと1分間ですね、皆さんにシンキングタイムを、お渡ししたいと思いますので、ちょっと考えてみてもらう間にですね、せっかく来ていただいている交通機動隊の方にちょっとお話を聞いてみようかなと思います。それでは手塚巡査長にお話を聞いてみたいと思います。じゃあよろしくお願いいたします。音楽隊のことも含めてちょっとお話ししてもらえればと思います。
はい、ありがとうございます。非常に、シャイな、デスク君なんですけれども、歌はね、非常に堂々と歌うんですけど、なかなかあまり皆さんの前で喋り慣れてないということでね、ちょっと私も緊張してるんですが、ちょっとお聞き苦しいところがあるかもしれませんが、ご容赦ください。じゃあそれではですね、クイズの方皆さんに挙手でちょっと聞きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、約栃木県の警察官1200くらいに1だと思う方は手を挙げてもらえますか。お、皆さんそうです。あ、お二人前の方がいました。じゃあそれでは2番、約2000人ほどだろう、2000人くらい栃木県警察官いるんじゃないかなと思う方いらっしゃいますか。いないですね、これもいないですね。じゃあ3番目、約3800人じゃないかっていう人、1、2、3、あ、ちらほらいらっしゃいますね、3800人。この3800人って刻んでるところがちょっと見たかもしれませんじゃあそれでは4番、約1万1500人ぐらいいるんじゃないか。あ、これは結構多いかもしれません。結構多めですね。はい、ありがとうございます。じゃあ最後5番ですね、約4万3500人ぐらい栃木県にいるのではないかな。あ、これも結構多いですね。これも結構多い状況となります。はい、じゃあそれではですね、答えの方を見たいと思いますが、じゃあ次のページよろしくお願いいたします。あ、ちょっと飛びすぎちゃったですはい、正解は3番ですね、約3800人という数です。これを見てですね、先ほど手を挙げていただいた方から見ると、あれ少ないなというかと思うかもしれません。私もですね、この人数を知ってからですね、あ、少ないなというふうに正直感じました。まあ、上からですね、鳥取だと約1200人の警察官と職員の方ですね合わせているんですけれども、一番少ないところでも1200人ぐらいで、警視庁、まあ、東京の警視庁となると4万3000人という数ね、栃木県から見ると4万人も多くの警察官がいるという形になっております。じゃあね、栃木県はじゃあ警察官少ないから平和なのかなというわけではそうではありません。やっぱりね、特に住んでても治安維持というのも必要でありますし、皆さんのね、昼夜を問わず、ね、人権事故というものが発生します。それを限られた警察官でですね、平和を維持していかなくちゃならないという部分もありますので、3800人という少数制でですね、皆さん有志ながらはですね、頑張っているところが、実情となっております。はい、じゃあ次のページに行きたいと思います。じゃあ流します。はい、今説明された通り3800人の職員がですね、ちょっと画面小さくて見づらいかもしれないんですけれども、各部門に分かれて、警察本部でいうと全部で6部門に分かれております。さらにですね、県内には19箇所の警察署があって、そこでですね、3800人がそれぞれ、担当された業務を分担して行っているということになっております。はい、それでは続きまして、次の画面に移ります。せっかくですね、交通機動隊の方に来ていただいているので、栃木県警察の魅力についてですね、ちょっとお話ししてもらいたいなと思うんですが、それでは大山巡査部長にですね、栃木県警察の魅力に感じるところをちょっとお話ししてもらいたいと思います。皆さんこんにちは、栃木県警察音楽隊でテナサックス担当しております大山と申します。よろしくお願いします。で、私今栃木県警察交通機動隊というところで勤務をしているんですけども、私自身が感じる栃木県警察の魅力というのが、やっぱり自分の町のおまわりさんになれるということだと思います。やっぱり県内のいろいろな警察署に勤務したりすることになりますけれども、その中でやっぱりいろんな地域の方からですね、温かい言葉をかけていただくことがあります。いつもありがとうですとか、ご苦労様とか、そういった言葉をかけてもらえるような身近な存在になれるというところが一番魅力かなというふうに考えております。たいと思います。
それでですね、簡単に、わかりました。じゃあ説明の方ですね、じゃあこの中で、いないのはどれかなという質問を文語にいたしますので、それぞれですね、どのような業務をしているのかという本について説明いたします。3はサイバー犯罪捜査官っていうのはですね、要はインターネットとかですね、そういうフィッシング詐欺とかですね、いろんな犯罪が、サイバー環境を応じたですね、犯罪があるかと思うんですけれども、それを専門にですね、本当に詳しい、犯罪に詳しい人が専門としてですね、犯罪の捜査を行っている方っていう形になります。丸2についてはですね、保健師さんという方があります。学校とかにもですね、保健室というところがあるかと思うんですけれども、まあ、そういうところでですね、皆さんですね、警察官もですね、県民福利厚生とですね、健康に関する悩みとか相談とかっていうのをしてくれるということになります。3の栄養士っていうところがあるんですけれども、主にですね、警察学校とですね、警察学校等で、ご飯を作っている方、そういう方にもですね、諸栄養士っていう形の方でね、ちゃんとカロリーとかですね、健康に気遣ったりとか、っていうところはあります。犯罪鑑識技術者っていうところですね、そこはテレビで科捜研の女の子がやってるかと思うんですけれども、現場にあった証拠をですね、分析して犯人を導き出すとか、そういう技術をしております。5番ヘリ操縦士っていうもの、ヘリコプターのパイロットのことを指します。その中でですね、栃木県警にいないのはどれかっていう話になるんですけれども、実際にいないかどうかわからないので、皆さんにちょっと聞いてみたいと思います。1番、サイバー犯罪の方、これがいないんじゃないかなと思っていらっしゃるか。はい、1人2人ですね。はい。2番、保健師は栃木県警にいないんじゃないかなと思っていらっしゃるか。3人ぐらいですね。はい、ありがとうございます。3番の栄養士は警察には必要ないだろうという思う方がしますね。これとこちらをご覧になりますね。4番、犯罪鑑識技術者、そういう人は栃木県、他の県にいるけど栃木県にはいないだろうという方がいらっしゃいますか。はい、これにいますね。じゃあ5番、ヘリの操縦士は他の県警にはいても栃木県警にはいないだろう、そういうものといたしますか。はい、皆さんですね、それぞれ挙げていただきました、ありがとうございます。じゃあこの中で栃木県警にいないのは、はい、じゃあ次のスライドよろしくお願いいたします。はい、皆さん薄々感じてると思うんですけれども、ごめんなさい、皆さんですね、それぞれ5つの職業は栃木県警にあります。警察というとですね、警察官か、行政の職員さんしかいないんじゃないかなと思われる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、それぞれですね、スパートがいらっしゃいまして、そういう方々がいるからこそですね、県警というものをですね、一生懸命頑張れるというところがありますので、非常にですね、ありがたいことだと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではお願いします。はい、それでは続いてのスライドに移りたいと思います。トーク隊警察の目指したきっかけということについて、和田淳さんに聞いてみたいと思います。採用されてそんなに年数も経っていないかと思いますので、そういったところも含めてお話をお願いします。皆さんこんにちは、栃木県警察交通機動隊カラーガード隊の和田と申します。よろしくお願いします。警察官にも目指したきっかけということですが、私は警察官になって5年目なんですけども、高校生の時にちょっと犯罪に巻き込まれてしまって、その時すごい怖い思いをしたんですね。でその時にたくさんの警察官の方が駆けつけてくれて、すごく心強かったんです。でその時に、私もこの来てくださった警察官みたいに被害者、困っている方を助けたいなっていう強い気持ちを持って警察官になろうっていう思いが芽生えました。それから5年経って、今交通機動隊とカラーガード隊で頑張っています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。少し
それぞれですね、警察官を目指すきっかけっていうのはいろいろあるかと思います。今お話していただいた私のそのような考えの方もいれば、警察官の制服を着てみたいとか、パトカーを運転してみたいとか、そういう人も、中にはいるので、どんなきっかけでも、いいのかなと思います。警察官になるために、何か特別な、志がないといけないのかなとか、そういうわけではないので、ぜひ受験してみたい方お願いします。それでは時間も差し迫ってきましたので、続いてのスライド、最後の問題に移りたいと思います。クイズの第3問、警察官が最初に行く学校は、ということで、1番から5番までですね、1番警察官訓練学校、2番警察官養成所、3番警察学校、4番警察大学校、5番警察官育成校とあります。ちょっと時間が、なくなりそうなので、ちょっと、シンキングタイムは少なめに、しようかと思います。この後すぐに、行ってみたいと思います。それでは、皆さんですね、この1番から5番の中で正解だと思うものに、それぞれ手を挙げていただければと思います。それでは、1番の警察官訓練学校だと思うと手を挙げてください。はい、あまりないですね。2番警察官養成所だと思う方、はい、ありがとうございます。3番警察学校だと思う方、の方が手を挙げてくださいました。4番警察大学校だと思う方、はい、5番警察官育成校だと思う方、はい、それでは、次のスライドに移って正解を見ていきたいと思います。次のスライドお願いします。はい、正解は3番の警察学校になっております。まあ、会場にいた皆さん、今度は3番の手を挙げてくださいましたので、皆さん正解です。それではですね、次のスライドで、警察学校とはというところで、少しお話ししてみたいと思います。警察学校はですね、警察官としての第一歩、基礎を一から習得する場所ということで、採用されたらすぐに、警察学校に入校することになります。大卒の方は、およそ6ヶ月間の間、高卒の方は、およそ10ヶ月間の間、警察学校に全寮制でですね、そこで、警察官に必要な基礎、勉強もそうですし、体力的な面も含めて、勉強することになっております。続いて次のスライドに移りまして、警察で働くためにはということですね。試験を受けるために何か資格が必要かということなんですけれども、特に資格は必要ありません。どんな方でも、なれるものです。ただですね、年齢制限とかがありますので、そういったところは、受験する際にはご確認をお願いします。またですね、柔道だとか剣道をやっていないとかですね、経験したことがないっていう方も、まあ、警察に入ってくる中にそういう人は結構いますので、もし心配はありません。そうそう、って書いてあった。また体力勝負かと思われますが、そういったところも警察学校で訓練していきます。末期でということで、説明書がありましたので、説明します。最後、法律の勉強が難しい、法律は警察学校で学ばせたんですけれども、私もですね、法律の勉強はしてきませんでした、今までですね、警察学校に入って、医師からですね、勉強している。まあ、今もですね、学校は入ってないんですけれども、日々勉強ということですね、一生勉強なのかなというところがあります。はい、じゃあ次のスライドをよろしくお願いいたします。最後ですね、トークタイムという形になるんですけれども、まあ、警察学校での思い出という形になるんですけれども、何か思い出ありますかね。じゃあ最後に、手塚さん、よろしくお願いします。じゃあ、もう一度お話をさせていただきます。警察学校での思い出、私も警察官、拝命して、今年5年目になります。9年半前に警察学校を研究しております。半年間の警察学校での生活は、最初はとても厳しいところだと思いました。皆さん、この中でテレビで警察学校を取り上げたようなドラマあったかと思うんですけども、見た方いらっしゃいますかね。しますね。ありがとうございます。まあ、あれを私も見まして、
ちょっと似たようなことをあったなってすごい思い出してちょっとうるうるしてしまったこともあったんですけども、何が一番良かったか、何が一番心に残ってるかっていうと、やっぱり同じ志を持った者たちが集まって、一つの目標に向かって、頑張る、切磋琢磨っていう、その状況が一番良かったかなと。今でも、同期生とのつながりは絶えませんし、一番心に残っているかなと思います。はい、以上です。はい、ありがとうございました。それではですね、時間になりましたので、ここで一旦終わりにしたいと思います。引き続きですね、本日のイベントを皆様お楽しみください。それでは会場の皆さん、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。どうも皆様、こんにちは。ありがとうございます。私ですね、前座をさせていただきます前座ポリスと申します。よろしくお願いいたします。今からですね、私の兄貴分の大道ポリスが出てくるんですが、その前に初注意事項を申し上げます。まずビデオカメラとか、普通のカメラ、写真撮ってる方いらっしゃいますね。写真撮影、ビデオ撮影は全て OK となっております。どうぞ。あれ、どうぞ。ちょっと直接言った方がいいですかね。皆さん、スマホケース見せてもらって大丈夫ですか。はい、ということで盛り上がってまいりました。ではじゃんじゃんですね、楽しんでいただければなと思います。それではですね、私の兄貴分の大道ポリスが登場しますので、どうぞ大きな拍手をお願いします。
さん、誰かやってくれないかな、どなたか、どなたかやってくれる、誰かやってくれないですね。じゃあ、ちょっと私が指名しちゃいます。あれ、みんな目が合わせないですね。どこか何かあります、何かありますか。じゃあ、そこの目的にですか、やっていただいて、私が3って言ったら、捕まえる時には注意してください。どうぞ。はい、ではこれから無線を体験させていきます。いきます。こんな無線です、いきなり。シクシク、太陽ポリスから中央です。どうぞ。うまーい。すぐできないよ、こういうこと。ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ次ですね、2番ですね。本日はオリバラモレクト、ステージをやるには最高の日です。どうぞ。あ、上手。3番ですね。犯人を捕まえられませんが、お客さんの心を勝手に捕まえさせてくれます。どうぞ。素晴らしい。どうぞ。おめでとうございます。拍手。ありがとう。ということで、お土産あります。お土産。ね。交通安全を、今日はね、交通安全のエコバッグ。エコバッグをですね、持ってきました。エコバッグね。ちなみに後ろには私のサインが入ってます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。ご参加ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ご参加ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。大きな拍手もありがとうございます。あれ、まだもうちょっとお土産を持ってきたんですけど、だからちっちゃな小漬けのような謎々の料理です。分かったら手挙げてお土産用意してます。分かんなければ手挙げて。では問題です。じゃじゃん。歩いている人は四角が2つ、車を運転する人は丸が3つ。歩いている人は四角が2つ、車を運転する人は丸が3つ。さあ、何でしょうか。分かる人。はい、どうぞ。信号ですね、皆さん。どうですか。正解発表します。正解は信号です。おめでとうございます。明日からみんなで、せーの、いいね。はい、ということで、よし、2個目になっちゃった。さっきは徐行、さっきは徐行のやつを開けたんで、今回止まれですね、次はね。徐行は止まれるスピードで運転してください。はい、止まれは止まれと言ってくださいね。はい、おめでとうございます。皆さん、信号、何色あるか分かりますか？分かりますか？赤と青と黄色。あとは赤。あ、正解。素晴らしいです。あとで、赤と青と黄色3つあると思うんですけど、どの色がどんな意味だかって分かります？分かりますか？頭にバッと浮かびました。では、今から大根ポリスが色を選びます。ね、選んだ
ですね、お土産あります、ね、はい、よし、はい、ありがとうございます。皆さん、黄色ってね、注意して進めんっていう人いるんですけど、注意して進むと危ないから、はい、どうもありがとう、ありがとうございます。ありがとうございますありがとうございます。黄色ってね、止まれなんですよ、止まれ。なんで止まれたか分かりますか？歩いている人の信号で例えていますね。歩いている人の信号、こんな感じです。青が過ぎたり消えたり、過ぎたり消えたりしますね。こんな時皆さん言ってます？言ってないですよね。止まれっていうね。だから車も一緒です。黄色は止まれですので、どうかですね、皆さん黄色は止まれって覚えていただければなと思います。ちなみに同じ意味はこれです。赤、赤も当然止まれで、次の青を待ちなさいよってことですね。ではその後です、問題。はい、青、青分かる人いますか？はい、何ですか青？青は何でしょう？進め、進めだと危ないから進んでもいいですよね。ね、はい、よかった。青はですね、実はね、進めじゃない、進んでもいいですよっていう意味なんですね。答えてくれたので、お土産を渡していただきます。よいしょ、はい、青はですね、皆さん進め、進め、ここへ座っていいですよ、進んじゃいけないですね。はい、どうぞ。進まれ、修行、はい、進んでもいいですよ。進めと進んでもいいですよの違いあります。進んでは信号が青になりました。用意、ドン。やってますか、皆さん？じゃあね、ご視聴者さんね、信号が青になったら右を見て、左を見て、右を見て、そして車が来ない、安全だよってことで渡ります。はい、そして渡ってくださいねっていうのが青の意味なので、危ない時は行っちゃダメだよっていう意味も含んでおりますので、今日はよろしくお願いします。ということで、赤は止まれ、黄色は止まれ、青は進んでもいい、覚えていただきたいんですけど、大丈夫ですね、はい、あら、もうそろそろ時間になりましたね。じゃあ今から最後に復習としてですね、丸×クイズをしたいと思います。丸×クイズ、正解だと思ったら皆さん丸、違うと思ったら皆さん×ってやっていただきたいんですけど、普通にやってても面白くないですね。なんでリズムをつけたい、リズムで。どんなリズムかっていうと、1、2が大きいざ、3、4がいい。いいですか？1、2が大きいざ、3、4がいい。ちょっと早いですね。ゆっくりやりますか？1、いいですね。はい。1、2が大きいざ、3、4がいいね。でお願いします。では行きましょう。リズムで丸×。スタート！丸×。丸バツ、丸バツ、リズムで丸バツ。はい、皆さん恥ずかしがらないでやってくださいね。一番恥ずかしいの誰ですか？私ですよ。
昨日ちょっと飲みすぎちゃったかな、そうですね。飲酒運転、二日酔い運転、今はダメですからね。それでは、本番です。今日一番の天気でいいねってやってください。いきまーす。それでは、皆様、皆さん